よし、行くか。なんか空いてるけどな、いろいろ。あ、ここにもあった。いや、俺落ちて死ぬ可能性あるから調子乗って。悪魔城だ。 あの階段からちょっと思ったけど、貴様がセフリしてた。アンデルを操り敵に仕立てたりとか、残念ながらその作戦は失敗だ。誰かと思えば生贄ではないか。景色まで1日あるというのに自分からここへ出向いてくるとは、よほどこのセフル様の役に立ちたいのだな。長い間眠りすぎてボケたのか。俺はお前を再び眠らせてきたのだ。面白いのは姿だけではないよ。セフル、あんたに質問がある。よかろう、話すがよい。だが言葉に注意せよ。お前は今ファラオの前に立っているということを忘れるな。お前ファラオだぞ。何やガディッシュという男を知っているな。ガディッシュ、我が生涯で最も憎き男。お前が死んでから何千年と月日が流れたが、ガディッシュは今でも生きているという。お前が死ぬ間際ガディッシュに死なない呪いをかけたからだ。いかにも。そうなんだ。なぜそんなことしたんだ。自分を殺した相手に長寿を与えるなんて聞いたこともない。我が覇者としての誇りのためだ。誇り？プライドが許さないということか。ガディッシュに親がいなかった。私はあの子を引き取り、エジプトの王子として育てた。あ、自分の息子なんだ。だがあの子は成長すると我に反逆した。世のためと称し父である我を。それはお前が圧政者だったからだ。理由などどうでもいい。とにかく死ぬ瞬間を思った。この男は我を殺害し、のうのうと生きていくのかと。幸せな生涯を送り、家族に見取られながら人生に幕を下ろすのかと。許せるわけがない。この男だけは我がこの手で裁きよく出す。そのためには我の復活の時まで生きてもらわねばなるまい。要は自分で殺したいから生かしておいた。そういうことだろう。我はただでは死なん。明日我が身は完全に復活する。貴様を生贄にしてな。そうなればガディッシュを探し出し、決着をつけるつもりだ。いや、こいつ数千で大体力つけたらどうするつもりになった。お前と違って起きてたぞ。飼い主に会うかもしれないと思わないのか。そうはならん。対策を講じてる。お、賢い。何かは知らんが、そんな計画は実行されない。今ここでお前が死ぬからだ。俺が求め。我が身はまだ完全ではないが、貴様ごとき法を無理去るなど、たやすいことよ。強いな。俺も今ここで死ぬわけにはいかん。我が復活は食い止めさせてもらう。うわ、ファラオだ。で、何あれ。弱いな、こいつ。本当にファローか。うわ、何？うわ、嘘嘘、マジか。あ、やばい、負ける。あぶねえ。やばい、死ぬ、死にたくない。エチベ多いな、お前。あぶねえ。どれだ、あれか。いける。おお、走ってるパターンだ、あれは。ちょっと待って待って待って、なんだそれは。くそー、新しい技打ってきた。
っぱスタンドだな。こいつスタンドの方が相性いい。ダッシュだ、次。ほい。うわー、来た、やばい、避けろ。いった、待って待って、おかしくないそれ。買うか、人参、キャロット。これ無敵だっけ。無敵だよな、確か。待って、こら、ちょっと待って、総力戦だ、こら。絶対やってねえ。やった炎上はさ、セフリスを倒してしまうとはさすがだ。この程度で我を倒せると思っておるのか。お前が坂崎優也をとか、あれ感じるな。貴様はファラオの怒りに触れたのだ。やべ、来ちゃった、第二形態。やっぱり？そうよな。ないわけないよな。なかなか骨のある男よ。我が軍に欲しいほどの腕前、生贄にするには惜しい。おい、待て待て、負けた。ちょっと待て、どっから、どうせあそこからだろう。ちょっと待て、あ、やった、バカじゃんこいつ。ちょっと待て、嘘だろ。これ余計あんなくね。いや、やれやれ、殴れ殴れ、おい、嘘だろ。しかも人参帰ってきてる。
命令召喚みたいなことやってくる。やべ、シュッシュッシュ、これじゃん。あ、バカバカ、なんてとこに置くんだお前。やめろ、インチキだぞ。うわわ、こいつもまた強いな。ここで今滅びよ。これで終わりだ。メーカーに帰るがいい。まさかそんな、ありえない。この私がめっちゃ削ってたな今。やべ、帰ってきちゃってる。やべ、この私、これほどの致命傷を負わせるとは。この強さ、お前はまるでガデシュの生まれ変わりのようだ。終わりだセフリッセ。蘇ってばかりで気の毒だが、貴様は今日この場で永遠に滅びる。くっ、かくなる上は、何をする気だ。ふはははは。どういうことだ、気でも狂ったか。愚か者め、今からあれは自爆する。やばこいつ。貴様を道連れにしてな、ただだ死なんぞと。自爆？ジョアさん逃げるんだ。無駄だ、走って逃れるような柔の威力ではないぞ。こいつ言っただろう、我はただでは死なん。ジャック、どうする。どうしよう。そうだ、国防長官に電話して隠しネタを用意してもらおう。ここに。そんな間に合うわけないだろう。じゃあどうすればいいんだ。あがけあがけ、貴様らにもはやどうすることもできん。ここまでか。さあ終わりだ、死ねー。こいつすごいな。あ、なんかパチンコの当たりようみたいなことがした。え、時を止められている。ザ・ワールド。なぜだ。どうした。どうしたじゃないんだよな。なぜ自爆できん。自爆できない。湿り気かな。体が動かない。こいつ、時止められてね。あなたの動きは封じました、父上。来た、魔法博士。誰だ。魔法博士。貴様は、ガディッシュ。やっぱガディッシュか。ガディッシュ。魔法博士か。父上、お久しゅうございます。失礼ながらあなたの動きは封じました。今あなたは微動だにできないでしょう。バカだ。お前にはそんなことはできないはず。そう、私はあなたに手出しできない。そのようにあなたが呪いをかけた。ではなぜ？バンフィールド博士の戦いでマルクが弱まっていることに気づかないとは、よほど必死だったのですね。なんだと。バンフィールド博士、父上には決して自爆などさせません。あなたの手でとどめを刺すのです。俺の手で、なんで。そう、私には、マルクの山田父を制止させるのが精一杯だ。さあ、やめろーガディッシュ、私はお前の育ての親だぞ。いろいろないお前を引き取って、何不自由ない暮らしをさせてやった。そう、私はあなたに育てられた。だが私の実の両親を殺したのはあなただ。知らないとでも思いましたか。くっ、この愚か者どめ、どこまでも私の邪魔を。
こいつクズだよ、じゃねえか。さあ博士、とどめよ。そうそう、私の魔力も限界だ。や、やめろ。おい、そこのウサギ。そうだ、お前に永遠の命をやろう。耳を貸してはならないバンフィー博士。我を助ければお前に何でもやろう。そのウサギような何も、我なら人間の姿に戻して死んぜよ。バンフィー博士、早く。終わりだ。なぜだ、我はこの世を構成させようと。ここ魔法の博士殴ったら分岐するんだろうな。人々をより良き道へ導こうと。なのに、人は我を圧政者と呼ぶ。破壊と混沌の上に築かれる帝国など人々の求めるものではない。人は愚かだ。間違い続ける。だがその愚かさの中で抗いながら正しい道を見つけていくものだ。我は間違っていたのか。急に改心するな。終わったのか。ああ、完全に消滅した。もう蘇ることもないだろう。いや、ちょ、待って、to be continue になってんだけど。すまない、俺としたことが。あんな奴に利用されてしまうとは。気にするな、お前のせいじゃない。まあ、ボッコボコにできたしな。私も謝らなければいけない。身分を偽っていて悪かった。魔法博士。口を砕けてんだけど。魔法博士。あなたが伝説の英雄ガデッシュだったとは。マジでゾウにそっくりだな。英雄なんて荘厳なものじゃない。自分の宿命ゆえに彼を倒さなければならなかった。ただそれだけだ。自分の父を倒すのが宿命。昔からのくせに父上と呼んでしまうが、彼を父親と認めたことはない。そうなのか。私はあの男に育てられた。彼は私を次のファラオにしようと思っていたよ。あの男は独裁者だった。反発する者は決して容認しない。国民からの反感も強かった。それでも私は彼を尊敬していた。尊敬はしてたのか。彼はきっと国を良くしたいという一心で鬼のように振る舞っているのだと。だがある時知ってしまったのだ。自分の実の両親を殺したのが彼であると。辛いな。辛いな。軽いな、感想が。それまで自分の信じてきたものが全て偽りのように感じられた。それで、セフィリスを倒したんですね。そうだ。だけど結果的にはセフィリス星が滅びたことによって国民は平和になったんだ。あんたは歴史として英雄だ。英雄なんてものは物語上の幻想だ。実際に英雄として生きてる人間が言うと深いな。私もそうじゃない。ただの若作りの老人だ。ああ、年取らないんだもんな。一体年はいくつなんですか？今年で3608歳だったか。数えてるのか。いや、3700だったかな。細かい数字は忘れてしまった。細かい数字ね。父上、いや、セフリス星は、私を自分の手で殺すために、私に二つの呪いをかけた。一つは自分に対して一切手出しできなくする呪いだ。だからセフリス星を自分の手で倒さなかったんですね。そう、呪い万能じゃねえか。自分では倒せないので、バンフィー博士に協力していたのだ。博士な彼を倒してくれと信じていた。マジ武闘派ウサギだな。そうだったのか。そして二つ目の呪いは死ねない呪いだ。この呪いのせいで私は年を取らぬ。呪いとはいえ永遠に年を取らぬ。羨ましいものだ。いや、そんなにいいものではない。ウサギになるよりマシだ。俺なんか壁と不老したぞ。二重苦。亀は万年生きるって言うだろう。万年以上だぞ。人は年老いていくから意味がある。人生に限りがあるから努力できる。私にはそれがない。愛する人と共に年を取ることもできない。永遠に同じ人生を繰り返す。セフィリス星はそれを分かっていたのだ。言ってたもんな。お前に人としての幸せを与えん的なこともな。俺は不老死を楽しんでやるかな。じゃあ結婚は一度もない。いや、100年ほど前に愛する人がいたが。100年ほど前。
結構最近じゃねえか。だから彼女も年老いて亡くなった。子供は一人だけ。私は家族を捨てたのだ。一切年を取らない私は異様な存在。だから家族の前から姿を消した。そうだったんですか。今その子供は100年以上に前に生まれた子だ。きっと年老いて亡くなっているだろう。生きてんだよな。あ、うん。そういえばじいさんは、ああ、どうなったんだろうね。バンフィールド博士、国防省のイングラムだ。え、そんな名前なんだ。どうかしたか。全く驚異的な回復力だよ。何の話だ。128歳のおじいさんの話だ。待ってくれ、電話を代わる。ゲッタフタデーサコール。じいさん、もう大丈夫なのか。あ、すっかり元気じゃん。お主がセフレなんとかを倒したんじゃん。待ってくれ、お主は大したやつじゃよ。それに比べ、わしは見事な集体をさらしてしまったわい。てか、デント絶対セフリスで倒すと思うんだけどな。銃弾弾けないんだよな、この先。そろそろ引退かの。そんなことはないさ。今度は一緒に冒険しよう。気が向けばな。じゃあの。あ、切れた。まったくいつも勝手に切りやがる。128歳。気づいた、魔法博士か。さて、これからどうする。僕たちはアメリカに戻るよ。アメリカに戻れるのか。実は犯罪記録がなくなって本国に帰国で帰還できるようになったんだ。そうか、それはよかったな。アンドレ、君はどうするんだ。俺か。俺はまた新しい遺跡を見つけてお宝をあさりに行くぞ。お前トラップにかかっても死なないからあさり放題じゃん。俺はイリーガルディガーだからな。そうか、またどっかで会うこともあるだろう。その時は手加減しないぞ。宝は俺のものだ。真に手加減しなくていいの、ウサギの方なんだよな。殺していいからな。よく言うぜ。また新しい呪いにかかるのがオチだ。なんだと。まあまあ、二人とも落ち着いて。さて、帰るか。ありがとう。君たちのことを忘れない。元気で。てか、呪い解除されてないんだな、魔法博士。From the first night, I want that old thing back. Reminiscing always makes me miss the old times.
And I just hope you know that I think about us every morning when I wake. Either one of us are perfect and we know that it's okay. And I just need a moment, this is something I should say. I promise I won't let you down. I won't. Second time around. ゲームクリアの実績が、あ、なんか出てきたわ。どうしようかな、ラスベガスやるか。やろう。
パート切って。